うん、ただし、あの、老眼は来るけん、その、やっぱこう、なんて言ったら、ほら、こんな目がねーとかで言うたろ？でも、実際にあの、最初にしたらさ、言ってもらう。で、身長も1センチ伸びとった。まだまだ。うん、まず成長期。で、体重の増減は変わらず。でも、筋トレしてないけんね、この辺がポニョやけん、あの、一番あの、腹がピピって腫れ、割れとった時から言ったらもう全然ダメやんね。だからもう今ね、それの苦しみ、私、あのね、6月13日は、あの、お腹をちゃんと移すっていうか、だけあの、誕生日特別企画っていうのをしよった、私。で、ちゃんとお腹が割れと、スーッと割れと状態に持っていこうと思うわけ。もう1月も割れようとしようが、2、3、4、5。そう、でもまだ6月やから、6月13日やけど、まだなんともなるやろ。で、特貫工事はやっぱダメやけんさ。3月くらいから。いや、もう今からするよ。それと、あの、まあ、あなた男性やけど、ちょっと女性のってメカニズムが分かってないかもしれないけど、あの、生理が始まると、太る、あの、要するに、ほら、要するに何て言うかな、あのね、排卵が起こって、要するに妊娠消化ってしようときっていうのは、あの、女性の体って脂肪を蓄えるとするわけ。そこのところ、こう、要するに、あの、うん、あの、母体として、うん。だけ太りやすい時期なんよ。だけここでいくらあがいても、脂肪を蓄えろってしよう、その、メカニズムには負けてしまうじゃん。だけど、そこはもう軽く休憩しとって、その、生理が終わってからガーってしたら、あの、なんて言うと、そこからはもう、要するに、普通に戻ろうってしようけ、正気に戻ろうってしようけさ、体も。だけど、そこからせんと、いくら、あの、その時に頑張っても効果が得られるとっていう、こう、メカニズムがあるじゃん。こんなの知っとうと知ってるのは全然違うもんね。そうそう。だから、こんな時はちょうど休憩する時なんやね、みたいな感じ。これは効果的なんですね、実は。そういうの一応あれして、腹を割って、腹を割る企画。腹を割らんでいいとか言われるちゃうけど、いや、結構ね、私ね、それを、あの、真剣にしとったりするって。なんか、私のブログを見た人やろうね。いや、そんな割らんでいいけって。ふっふって言われるけど、いや、私、これ、それ楽しみしてるんですけど、私、みたいな。でもほら、なんか、そげんせんとさ、自分で企画せんとさ、追い込まんと思わん。そう思います。って思いますね。何が40歳のハロワーク。いや、40歳じゃない。45歳。いや、目が 1.5 っていうのすごいっす。目が良かったよ。びっくりしたよ。私。どんどんだけね、こう感受性がどんどん、あの、五感がどんどん良くなっていくこと。びっくりしたよ。あの、なんて言ったら、こんなに、あの、パソコン向かっとるのよね。逆に目使ってるから、ね、そんなことはない。鍛えられて。鍛えられて。いや、そう。とりあえず、老眼は入りよっちゃけど、普通の視力は何も衰えてませんでした。びっくりしました。はい。ちょっとね、座りっぱなしになりがちやけん、なるべくちょっとね。そうそうなんですよ。で、これはもう運動不足が原因になるけんさ。で、あの、腰ってね、結局やっぱ腹筋が弱るとなるけど、てか全部に繋がっとうことやけんさ。ね。気をつけながら、背中っていうね。でもあなたさ、かなりテニスしよったけんさ、折れないと、どっか故障があったりせんと。ありました。なんか言ったね、なんか、もう滑っとあと、何肋骨と肋骨の間が、あ、それは、あの、テニスコン関係ないと関係なくて、もともと。この骨がこう、なってきて、ピキ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 って痛いみたいな。朝起きたらさ。テニスの故障は、あの、他の骨が出てくるっていう病気あるじゃないですか。うん。スベットって言うんですけど。うん。膝に、あれし、あの、あれやろ、瞬発で急にこう走らない関係やっぱ。この骨がどんどん出てきて、出っ張るんですよ。あれ、痛い。あれ、だけで痛い。そっか。ちょっと、最終的には負けてしまったけど、あの、なんとかくん、すごかったね。すごいね。いらっしゃいませ。